はい、インディーズバンドルームさんのリーダーコートボーカルのランでございます。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということですね、テンション高いよ私。色恋ネタ、はい、第2弾になってると思います。多分この格好で色恋ネタ第2弾ですね。周りにもなんかどっかの動画でなんか言ったような気がするんですけど、まあ、はい、こういうふうに僕らもこうやってバンドでこうやって一応やってるわけじゃないですか。それでですね、はい、男と女の友情は成立するのかっていうのをね、ちょっと考えてみようかなと思います。これはねみんなが悩むことですよね。悩むところですね。男と女の友情、これみんな一回ぐらいは思ったことあると思うんですよ。ね、どう？だって自分に対してとかっていうよりかは、付き合ってる相手がもし、うんうん、異性と飲みに行きますってなった時に、はい、一瞬考えません？友情ってありえんのかなみたいな。でも自分の相手が言うことは、いや友達やからっていう言い分じゃないですか。ほんま？みたいな。ほんまでっか？ほでっか？じゃあほでっかや。いやでもほんまにね、みんな絶対一回思ったことあると思うんですよ。特に若い人とかもそうですけどね。いやそれはまあ思いますよね。うん、まあ僕男の立場ですけども、うん、やっぱり自分の彼女が飲みに行くねんとか言ったら、うんうんうん、やっぱちょっとほんまにっていう、どういう心理で行くのかなっていうところは気になるかな。そう思っちゃうんですね。そっか、私結構付き合ってる人がおっても、まあ、この人はもちろん他の男友達と言い方はですけど、差し入れ飲みに行ったりとかするんですよ。行きますよね、1対1で、うん、でそれを、まあ、報告するんですね。別にやましいことないからと思って、うんうんうん、だったら、友達？何歳？どんな人？どこで出会ったの？全部問い詰められるんですよ。いやだから友達やから絶対間違いないしって、そんな保証ってあんの？男と女ってそんな友達 なられるわけないやみたいな、でもわー言われるんで、うん、多分おかしいんちゃうかなってちょっと一生思ってます。っていうかそれはランがどう思ってるかよりも、ランが別に友達として行ってたとしても、うん、相手は違うかったりするわけでしょ。まあ、相手はちゃう認識で喋ってるからこんなことになってんやろうなと思うんですけど、でも私のこの性格見てたら、いや間違い起こりますみたいな話じゃないですか。起こりますと思います。起こりますと思いますって何その言い方。ダメよダメよ。いやいやそれはちょっと自分を蔑みすぎてるんじゃない？その、いやでも興味ある人は興味あるでしょ。でもごく一部ですよ。いやでもそのごく一部に当たったらそうなるわけだ。でもねごく一部だから今まで付き合ったことがあるか、だからほんま今まで33年間、うん、彼氏一度もできませんでしたやったらまあわかるけど、うん、できたりしてるわけやから、まあ一応ね、まあ、人数そんな多くないですよ。可能性はあるということになるよね。でもね大体が年齢層高めなんですよ。ああ付き合う人同年代は一人もいないですよ。それはね僕実はリアルに聞いてるんで。僕の口からよう言いませんけど、いやもうね異名ね、昔ね友達にあんたシルバーキラーやなってめっちゃ言ってるから、ね、何その表現みたいな。あそういうところでもあるかもしれないよね。年齢層高めの方にねなんかこう、うん、なんていうんですかね、うん、まあこういう性格なんで、はい、清々しい印象を与えるのか、うん、結構人として好かれることが多いので、まあそれでやっぱりごく一部の方が女性、あとこの人無駄に干渉しないと思うんですよ。はい、そうです。はい、しょっちゅう LINE したりとか電話かけてきたりとかそういうのないと思うんで。ないです。もう、ね、まあ、ドライっちゃドライじゃないけど、付き合ってもうごめんなさい、会うの2週間に1遍でええかみたいな感じで言うんで、うん、逆に言ったら大人からしたらそれが都合が良かったりするよね。あ、なるほどね、うん、ちょっと年上とか若い子らでも、まあ、バチバチ恋愛でやるけど、そうです、毎日なんかこうおはようとか、うん、お休みとかやる人いるじゃないですか、うん、でもう家帰ったりそんな報告いりまへんねんみたいな感じになるんで、うん、私からしたらね。だからまあ僕らとか、まあ40代超えてくるともうなんかそれぐらいがいいねんっていう人いてるんですよ。まあ、僕もそう、もう今はそうかな、もうなんかしょっちゅうこうイチャ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 するよりはもうなんかもったそうなんですよね、都合のええ時にこう遊びに行って。だからね私40代以上の方からしか声かけられないですね、うん、20代の子からは怖い人、うん、30代は扱いにくいやつ、うん、っていうなんかこう役割を果たしてますので私ね、うん、でもまあ
友達ありえると思うけどな、男女のどうですかね、友達、まあ、僕もでもその男女の友情ってないと思ってた方なんで、え、うん、実はないと思った方、もともとね、ほなここはみたいな話になるじゃないですか、うん、そうまあここにこういう風になりだしてからまあまあ稀にそういうこともあんねんなと思うようになってる、稀にの扱い、稀にそうなんや、うん、だからまあ、あるっちゃあるんですけども、そういう男女の友情っていうのって、うん、なかなか経験は多分生きててできへんのちゃうと僕は思いますね。逆にか、うん、稀やと思いますよ、男の感じからすると。あ、男の、あ、まあ、僕このルームさんっていうバンドをやる前にいろんなことやったんですよ、そのいろんなサポートっていうかギターで行ったりとか、まあ女の子と行ったりとかするんですよ、女の子と言ってくんだりとかするんですけど、そら若干は女として見ますから、普通そらめっちゃダメでいじってる、うん、そうそう男は単純なんですよ、あの可愛いの好きなんですよまあそらそうですよ、こうなんか女の子っぽいっていうか、うんうん、可愛いところがある小柄な女子っていう感じのことでしょ、小柄で色白で僕のあれですけど僕の好みですけど、小柄で色白で、あのね、ちょっと女の子っぽいところがある人ってウケるんです、ね、これもう一般的にそうやと思うんですよ、羨ましい、小柄になりたいわ、もうそういう人とやっぱりこうなんか音楽やる人もあなんか可愛いなとか思うじゃないですか、はいはいはい、普通に下心がね、うん、ちょっとはね、そうそうそう、まあ取ってく音まではいかないです、はいはい、そこまではいかへんけども、見ててやっぱりあ女の子やなって可愛いなって思って、ご飯連れて行ったのかってからなるわけですよおっちゃん、はあ、もうおっさんやからおっちゃんよ、まあしゃあないそうなってくる、それでもほとんどそうやと思うんですけどね、男の人ってなんかまあ友情というか、その取ってくおとせんでもその女子として見てしまうところはやっぱあると思いますよ、あ、はいはい、あこの子は足綺麗なとかさ、肌綺麗なとかさ、まあそれも一つじゃないですか、性的に見る一つでしょ、でも僕この人の場合全くないんでなんなんやろな、これな、ほんま不思議なんですけど、いや私がね、あの特殊な生物なんや思うんですよ、うもうなんか、まあ、男として扱ってるわけでもないんやけど、まあ、でも、ほんま男みたいなもんですよ、扱いとしては、まあ、中性に近いかもな、で両生類みたいな、あのニューハーフの友達みたいな感じなんかもしれない、ね、ああなるほどね、うん、なるほどね、取っていくことがそういう風には見えへんねんけど、はいはいはい、でも遊んでて楽しいとかあるやんか、僕だから友達ニューハーフの方とか別に全然いてますから、いや別にその性的に何の興味ないやんか、うんうん、もう僕そんなあのそういう系はないんで、うん、そういう系はね、そういう系はね、はいはい、普通なんで、うんうん、ないけど、その遊びに行くとしては全然楽しいなって、でも男としてでもないし、女としてでも見れてないんですよ、難しいけど、だからほんまに中性ですね、ニューハーフの友達と遊んでるような感覚ちょっと、いやいやいや、例えの仕方仕方よ、なんか今日なんかすごいセクシーな服着てるけど、なんかこういうの脱いだらもうタグトンプ一枚ね、いやタグトップ元気ですみたいな感じで、うん、やけどなーも思わんしまあ別にね、女性的な要素一個もないんでね、体つきは、いやその見る人から見たらあると思う、でもだいぶね、なんていうんですかね、どっかのインストラクターみたいでよう言われますけどね、うん、体つき見て、あなんかあのスポーツ系のね、そうまあヨガとかなんかキックボクシングとか、キックボクシングとかねやってそれ、それ似合いそうやけどな、シュッシュッやってね、だからまあそれそういう感覚でいけるならば、まあ友情としてできるんじゃないっていうまあでも男女の友情はありえるかっていう質問に対してはごく稀にありますっていう答えです、うんうん、そうですね、だからその性的に見れるか見られへんかまあなんかちょっと名前を違ってきたけど、まあ、まあでも私はありますっていう答えを言いたかったんですけど、でもなんか この存在自体が特殊やっていうのをなんかこう認識させられた、あそうなんだ、やっぱり稀なんだみたいな、ね、まあでも見る人によってはそうやっぱり見られてると思うよ、女性としてすごい、うん、僕は見てないだけの話で、まあでも数は少ないですよ、合コン行っても全然持ってない、最初別にあの会った時ルームさんとか全然やる前にパッと見た時はあのなんか綺麗な感じの子やなと思ってたよ普通にパンさんだって目元とかめっちゃはっきりしてるじゃないですか、まあ、目はねでかいね、うん、意外と綺麗に
なってるんですよ、目元とか、うん、一応ね、一応ね、はいはいはい、だからまあ普通に綺麗な人やと思うんだけど、今かなーだって、なんかあんまりそう見慣れたというか、もうね、あの喋ったらね、あかんタイプですよ、私喋んな言われるんで、よく、うん、おっさんやから喋る内容言われてね、性的にね、やっぱ見れるか見られへんかっていう、性的に見られる、うん、それはもうその変な話じゃなくて、綺麗とか色白とか、あ、はい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 、はい、ね、そういう感じの見られ方をする人ってやっぱりなかなか友情として成立しにくい人が多いんじゃない？でもそもそものスタンスがそういう見られ方が嫌だっていう人は多分、うん、あの友情っていうのは絶対ありえへんやろうなっていうふうに思いますけどね、うん、もう女で行きますみたいな感じのね、うんうん、だからまあ女で行けますっていう、もうバリバリ女の人、女の子女の子してる人はちょっと友情として男女で成立するっていうのは難しいかな、まあ、無理な話なんですかね、まあ、僕でもそう見ちゃいますからね、やっぱり可愛い綺麗な女の子が来たらやっぱり女の子として見ちゃいますよね。あ、こういう扱いにはならんですからそうですね、私スタートが私人類ですから始まるからだからその飲みに誘いに行くとかでも誘いにくい、女の子として見るから、はい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 、めっちゃこう、ね、ジャブ、はい、ジャブ打つんですよ最初にもうどこまでいけるんやこいつみたいな、どこまでいけるからジャブ打ちながら誘うじゃないですか、やらしいわー、やらしいわー、もう私なんかジャブ打ちでもないですよ、やらしくない、やらしくない、まあみんなそうだと思うんですけど、ジャブ打ってからやらんとねやっぱり相手迷惑かかったらいいじゃないですか、嫌われたらあかんから、まあまあ、ジャブでこう確かめながら、あ、ええんやなと思ったら誘ったり、ね、嫌がってるのをね、そんな無理やり乗りに行こうなんか言われへんからなんかめっちゃおもろいでもこの人は普通にね、言いますからね、僕ね、うん、あのジャブもクソも、ジャブもクソも、もうドストレートでパーンやる、いつもね、おーおー、行く、あー、おい、行く、言って腹減ったら行く、言ってそんな感じなんで、うん、まあ、まあね、私も行きましょう言うて、で店決めんのも安いとこでさ、飲めたらええ飲めたらええってずっと、そう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 、なんか京橋とかの、そうそう、大阪のね、京橋っていうとこあるんですよそう、安いね、安いとこあるんですよ、サラリーマンのおっちゃんがね、こう行くような店いっぱいあるんですけどね、そういうとこで、そういうとこでね、うまいねんな、そういうところの方がな、意外と出てくるもんがもう美味しいのよ、煮物とかがあってさ、そう、煮炊き物がうまいんよ、煮炊き物が、まあ、こんなんやからそうなるんですで、うん、まあ、ということでですね、まあ、僕の意見としては、あの友情は稀に成立すると、まあ私の意見としては普通にあるよっていうふうに言ったんですけども、多分こっちの方が、うん、なんか正解に近いんかなっていう、ね、正解に近いと思いますね、稀にはあるけども、はい、50、50でそれが成立するかいったらちょっとないんちゃうかなと思いますね、だからその半々、ね、半々以上じゃないですか、友情にはならない方が、友達はモテても恋愛に発展することの方がもう 50% は絶対超えますよ、うん、まあそれぐらいの確率だと思った方がいいですね、気付けよ、で僕も前そのルームさんの前にいろんなバンドもやってましたけど、うん、若い時からやってましたけども、大概どないかなったからね、女の子入れたら、うん、やっぱりその女の子の方がそのメンバーの誰かを好きになったりとか、もう絶対付き合うね、ごたごた解散みたいなね、あのやっぱり万有引力ですからなんで万有引力なね、世の中の物体すべて引力がありますから、ピューンみたいな、あのね、うん、そうそうそう、それでそうやってこう集まっちゃうとどうしてもここくっつくっていうのはあるんですよ、我々はね、もう磁石 の、 あの N 極、S 極両方とも、ね、反発しちゃうみたいな、反発しちゃってる、離れるみたいな誰とも何もならへん、無駄にプライベートを突っ込まへんもん、ね、そう、突っ込まないです、それあのピアノのノリ君含めて無駄にそのプライベートに突っ込まないっていう、そうです、ほったらかしいみたいな、もう大人な感じ で、バンドの時だけこうワーってやるっていう、ワーってやるっていう感じ、まあ、一番楽でいいですけど、うん、まあだからあの他のメンバーもね、私のこと変な子やって絶対思ってますよね、うんまあそんな感じですね、はいはい、結論的にはまあ僕の結論はまあ男女の友情は、うん、成立しにくいけど稀にある、稀にあるってことですね、はいはい、でも私もそれでいいんちゃうかなと思います、ええわ私の意見って思ったねということで、はい、ちょっとこういうね、恋愛というか色恋ネタも、はい、やっていこうと思いますんで、これからもよろしくお願いします。皆様チャンネル登録の方よろしくお願いいたします、はい、ではでは、ありがとうございます。